やみな、すまない。4時に寝てしまった。そして、今起きた。泣きたい。ごめんな、0時過ぎちまうよな、投稿が。すまん、やっていこうと思います。そして、俺の気分は今、うなぎ下がりでございます。そう、バッドエンドだと思うから。いや、このバッドエンド多分きついんだよな。お前だって、ちとげなんだもんな。何も悩むことはなかったのかもしれねえ、お前と一緒に過ごすのも悪くないよな。やっと分かっていただけたのですね。楽待て、もう一度考え直してくれないか。いや、俺が選んだんだけども、なんで俺はあの時自分が思っていた優しさを選べなかった。俺が臆病だったからか。いや違う、何も違くない。行くぞ。ああ、お前はちとげじゃないとかひどいこといっぱい言っちゃったけど、ごめんな。ううん、いいんです、そんなこと。嬉しいです、私ラクさんのこと必ず必ず幸せにいたします。嬉しいんだけどさ、幸せにしてくれるって言ってくれること自体は。でもなんかちょっと違うんだよな。俺は、俺からこの言葉を言ってあげたい。ちとげのことを必ず幸せにしてやるって俺は言いたい。言われる側じゃなくて。そう思わないか。くんひろよ。みんなよ。なんか今日俺うざいな。いつもか。え、終わり？こうして。俺たちは合意のもと婚約披露宴を迎えることになった。え、こんなすぐ終わっちゃうの？前パート区切った意味ないじゃん。そこ。さて、本日お集まりの皆様、この度は桐崎家のご息女千棘様と一条家のご子息楽様が婚約されるという実にめでたい席でございまして。なんだよ急に。よーしてみら、早速あれの準備だ。あれ、なになになに。あ、わかった、あれだろ、結婚式で人前でキスするやつ、あれでしょ。いやあれさ、実は恥ずかしくね、そんなこと考えてんの俺だけか。これが童貞である。ミス、さ、坊ちゃん、こちらを。なんだなんだなんだ、なんだこれ、でけえ杯だな。杯ね。婚約の杯です、坊ちゃん。あれ、漢字がさっきと違うよ。何、どっち、誤字なの、誤字じゃなくてどっちが正しいの。婚約の灰、灰だよこれ。それを飲み干したらついに坊ちゃんも大人になっちまうんだな。あ、でも安心してください、大人っつっても中身は日本酒に水かけた清涼飲料水ですから。優しい設定だな。何、こういう世界では、てかこういう結婚式では、そういうなんていうの、相撲みたいなあれあんの。要はお相撲さんがあのでっかいさ、ね、茶碗みたいなやつでお酒みたいに飲むやつでしょあれ。いや伝わんねえかね、俺だから多分すげえ例え下手だわ。これを飲むと婚約成立か。お、待てよ、さあ飲んでくれたまえ。これからも娘をよろしく頼むよ、ラックン。これ結婚寸前にちょっと待ったーっていうあの展開あるんじゃね。それじゃあ遠慮なくいただかせていただきます。うわー、飲んじゃったか。おーおーおー、いい飲みっぷりだな、ラック。これでいよいよラックンも私の家族同然になったというわけだな。おめでとうございます、お嬢。それから一応貴様にも祝いの言葉をかけてやろう、一条楽。くそ、やってられるか。坊ちゃん、おめでとうございます。俺だっかな、すげえモヤモヤしてんのって。今めっちゃ
祝われてんだけど、全然嬉しくね。なんかもう今にも発狂しそう。これで良かったんだよな。おめでとう。あっ、ラクアくん。お、ちとげ。わー、ちとげ。ダメだ、今すぐにリセットボタンを押したい。嘘だろ、ちょっと待てよ。もう忘れちゃったわけ？え、これで良かったんだよな。うわ、しかも繰り返せない。クイヒロ泣きそう。ラクさん、どちらに行かれるんですか？いや、今一瞬チトゲの声が聞こえたような気がして。何をおっしゃってるんですか？チトゲは私ですよ、ラクさん。え？ああ、そうか、そうだったよな、すまん。いいえ。あ、名前変わった。うわー、やべ、鳥肌めっちゃなってる今。やべえやべえ、怖い。名前変わった、切り裂きちとげになってる。ちょっと待って、マジかよ。ラクが認めた瞬間に変わった。はあ、これ重てえな、この話めちゃくちゃ重てえな。ラクさん、これからも末永くよろしくお願いしますね。ああ、よろしくな、ちとげ。終わり。多くの人に祝福され、俺とちとげは婚約を交わすことになった。うわ、やっべえ。ああ、鳥肌すごい、本当に今マジ全身鳥肌すごい、やば。ちょっと不気味が悪いね、不気味が悪い、気味が悪いね。それから春が来て、夏が来て、秋が来て、冬が来て、また春が来て、優しい恋人と一緒に何度か季節を繰り返していくうち、俺はもう学生ではなくなっていた。柊や小野寺のようなあの頃の友人たちともまだ交流は続いている。だんだん会う機会が減ってきているが、あいつらは変わらずいい連中だ。変わったのはむしろ、ただいま。ん？どっち？ちとげが変わったの？なんかすごいおばあちゃんちみたいだけど。お帰りなさい、あなた。大丈夫ですか？少し顔色がお悪いようですけど。これは結婚生活のとこだよね。要するにそうだよね、二人で住んでてってとこだよね。最近仕事が溜まっててな。まだ若いからって上に仕事を大量に回されるんだよ。お役所勤めも大変ですのね。今日はご飯を食べてゆっくり休むといいですよ。悪いが食欲がないんだ。大変、額が熱いわ。風邪じゃないかしら。かもしれないな、体がだるいから。それじゃお夕食は消化にいいものを作りますね。お粥でいいかしら。ああ、すまない。そういや昔もちとげにお粥を作ってもらったことはあった気がするな。あれはいつだっけ、小野寺も一緒だったような気がする。はい、どうぞ。卵とじにした栄養満点のお粥ですよ。いただきます。塩加減はどうかしら、濃くありません？いや、美味しいよ。そう、よかった。なあちとげ、何ですかあなた。お前ってさ、こんな美味しいおかゆ作れたんだっけ？もっと昔に食べたのはさ、なんかこうすごく変な味がしてさ。ラクの記憶は変わってねえんだよな。そうだよな、ラクの記憶はあの俺らのちとげの時なんだよ。でも急に変わってる。それに違和感を感じている。でもラクの中では昔のちとげは存在していないことになっている。
何なんだよ、もう全然わけわかんねえよこれ。何ですかそれ。私おかゆなんかじゃ失敗しませんよ。思い違いじゃありません。そうか、そうだよな、お前が料理を失敗するはずないもんな。そう、思い違いに決まってる。料理を失敗するちとげなんて考えられない。それはきっと疲れた俺の妄想、偽物の思い出だ。うわ、また鳥肌が。やべえ、このパートでちょっと終わるのみんな寝れねえだろ。みんななんかすっきり寝れないパターンの動画になっちゃうねこれ。あ、しかも終わりかよ、マジかよマジかよ、偽物の思い出だってよ。待って、もうやだ、ごめんごめんなさい、もう俺に謝ることしかできねえ、ごめんなさい。そして次回、俺は千鳥を絶対に救い出す。とりあえず画面ちょうだい、画面ちょうだい。あ、一枚ないんだ、そっか。ニセコ行くよメイリー。ギャラリーに行くぞ。いやー、ちょっと心苦しすぎて。すべて私たち二人のために用意された要素ですわ。もう何も言えないというかね。ため息めっちゃ出るわ。今回ため息めっちゃ出るわ。きついってば。ねえ。ラクの最後の言葉も重たすぎる。俺らの思い出はどうした、ラク。まあ俺のせいなんだけどさ、すべては。なんか俺昔もこういった選択の仕方をしていたらしいです。うん、本当にね。まああのまあ天の弱な性格な俺が悪いのかもしれないんだけど、あの今回ねバッドエンドから見せたいとかそういう気じゃなくて、ガチ。ガチ。まあね、確かにどう考えても上だったかもしんない。ただね、思い出も大切だなと。ね、優しさ、優しさ、性格のとこを指摘するか、今までちとげといた記憶、思い出を指摘するか、っていうのですげえ揺らいじゃったのね。で、あ、今あれだよ、喧嘩した後の、彼女と喧嘩した後の言い訳みたいな感じね。うん。で、時間制限っていう、あの焦り、もうね必死なんですよ。5秒ぐらいしかないんだっけあれ。チッ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 、あの爆弾みたいな音が嫌だよね。まあまあまあ、これもギャルゲの醍醐味。うん、俺はやっぱりバッドエンドからなんだろうな。まあこんな形でバッドエンドから行くっていうのもありだけどね。正直今回は話がかなり重いし、どったけ言いたくなかったからグッドから行こうかと思ってた。まあグッドがこれで楽しみだね。最後のチトゲのね、あの消えたチトゲの天からの声みたいなやつもすごい、なんかもう、うん、もういいや、終わろう。今日はすまん、みんな。なんかいいボイスないのかな、小崎ちゃんのボイスとかないのかな。 BGM でも聞くか。ないか、だよな、ないよな。フリートークコーナーですか。いや聞きたいけど違うんだよ、今日、今じゃない、今じゃない。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。そして投稿遅れて申し訳ない。おやすみ、いやおはようなのかな今は。バイバイ。